後戻りはしねえぞ。警備の状況は？ビッグボンバーが不足、現在緊急対応中。急げ、総括がお待ちかねだ。よし、まだ整備中だ。侵入者だ、捕らえろ。整備時間を稼ぐんだ。そっちは任せる。頑張るね。そっちか。よっしゃ、逃がせ。今しばらく猶予。ポーズ考えとくか。全員で決めてやるのさ。中継されたら流行るぞ。断る。あ、行き止まりが。パイプ登れないよね。丘を渡ろう。やってやらー。
慎重に行こう。そこ落ち着いていけ。私に任せて。油断はできない。頼む。よし、やっちゃおう。そこ。勝負。食らえ。勝負あり。行くよ。そこ。終わったのか。カメラの前で派手にぶっ壊してやる。あとは全力で戦うだけ。何があろうと俺たちはセブンスヘブンに帰る。必ずだ。絶対だ。うん。マリンにただいまって言う。もちろんクラウドも一緒に。スマイルを忘れるな。報酬次第だモードだ。閉じ込められたってこと？あの部屋から開けられる。めんどくさいことしやがって。あの先には廃棄物を集める部屋もある。整備を邪魔したアイテムが集まってる。お宝部屋か。よしじゃ、さっさと行こうぜ。仕組みは簡単だ。レバーを同時に動かせばいい。ここは任せて。俺がここだ。お前は残り物な。レバーを同時に動かすんだよね。じゃあ俺が温度取るぜ。
いや、ティファだ。ああ、その通りだ、さ。まあ、二人とも、よく見てね。行くよ。せーの。悪い。しっかりね。せーの。緊急ロックモード、解除しました。よっしゃ。私たち、息が合ってきたかも。だといいな。お宝部屋も覗こうぜ。ここがお宝部屋か。開けばな。開かないの。最上級のセキュリティロックモードだ。あっちのとは違うのか。同じだが、こっちは何度か繰り返す。けっ、がめつい連中だ。こじ開けてやろうじゃねえか。うん、ほっとけないよね。現在、最上級セキュリティモード有効です。二人とも、私に合わせて操作してね。じゃあ行くぞ。ティファに合わせるんだ。わーってる。さあティファ、頼む。最初の入力、行ってみよう。せーの。セキュリティモードレベル1解除。二人とも完璧。この調子で行こう。次行くよ。せーの。セキュリティモードレベル2解除。やったー、コツをつかんだ。おうよ、どんと来いだ。神羅の鍵という鍵を開けてやら。半分終わったね。もうひと踏ん張り。せーの。はあ、息を合わせよう。頑張ろうね。せーの。はあ、焦らないで、めげずに行こう。せーの。セキュリティモードレベル3解除。大成功。怖いものなしだね。これで最後だよ。気を抜かないでいこう。せーの。力みすぎじゃねえか。しっかりね。せーの。まだまだ肩鳴らしだ。頑張ろうね。せーの。セキュリティモードレベル4解除。廃棄室のロックを解除します。よっしゃー、新ラメ手こずらせやって。思ったより早かったね。二人ともご苦労様。ティファもな、合わせやすかった。掛け声に心を込めたからね。
見て。レジデント神羅。もう魔法は見たもの目か。君はソルジャーだな。元ソルジャーだ。ソルジャーは死ぬまでソルジャーだ。まあ役に立たなくなる者も多いな。ソルジャーのシーンで最も多いものは劣化による自己崩壊。データは非公開だが、ソルジャーなら皆知っている。もちろんだ。こっちは無視かよ。君の話はダラダラと長い。そんな予感がしてね。てめえらの悪行を数え上げたらいくら時間があっても足りねえ。足りないと嘆く者ほど浪費する。そう、それよ。浪費について話そうじゃねえか。魔法の正体はライフストリーム。ライフストリームは星を流れる血。その血をシンナが吸い上げ浪費してる。このまま続けたら星はどうなる。ああ、吸い上げているのは確かに我々だ。だが浪費しているのは誰だろうな。魔法の本質など誰もが知っている。それでいて見て見るふりをしている。そう考えたことは。んなわけあるか。仮にそうだとしてもてめえらの洗脳だ。そんな魔法は使えんよ。さて、スラムの道化師匠、君たちは今から敵国軍隊の手先だ。市民の戦意を盛大に燃やしてくれ。軍隊だと？なんだそれ。ネズミどもには理解できない。何してやがる。これは貴様らの作戦ではない。我々が入念に計画した戦意先導広報作戦なのだ。よって爆破のタイミングも。あ、シンラが消えた。賢明。さあ、ショーの始まりだ。全市民の敵あばらずし、軍隊との共謀による内容も明らか。貴様らを即刻粛清する。Look out!
そっちを任せる。私に任せて。ザンマだ。レイター。ちぎれるよ。まだ。両側から攻める。炎邪魔飛びだ。目覚めろ。サイクルは大敵のようだな。頼んだ。頑張るね。当たり貫いて。そこ、俺の見せ場だ。ビリビリだ。こばす。行くよ。沈め。
ては困る。気負いすぎる。頑張れ。それが悪く敵でなくてはな。無理よ、それ。わっ、そこ。こっちだな。よろしくね。待ってました。よっしゃ、これで本体を狙えるな。さあ、行くよ。頼られちゃうな。まともに食らうかよ。はい、そこ狙うぜ。まだまだ、こっちだな。まだ。くっそ。私に任せて。Who's
そっちはどうだ。まだだ。頑張るね。よろしくね。おう、引っ込んどけ。判断注意。なんだ。うおお、たばるわけにはいかねえ。ここ連携しよう。さあ行くよ。今だ。うん、全力で行こう。貫いて。それ。ここで決めよう。私の本気見せてあげる。大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるか。体、動かせるか？ゆっくりな。少しずつ、少しずつ。わかってるさ。な、あんた誰だ。誰だ。私はお前の主人だ。もしもし。さあ、
クラウド、楽しもうか。大丈夫かな。よかった。目覚めた？あんたは？エアリス。名前エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか。え？覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。ここ？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな。うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。ねえ、クラウド。これ、落としたよ。ああ。私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？